はい、どうも、皆さん、こんにちは。今日はね、なかなか紹介できなかった、ちょっとジャンガリアンハムスター、珍しい色のジャンガリアンハムスターを紹介していこうかなと思います。おいで、ロズちゃん。ロズちゃん、おいで。はい。まあ、すごく綺麗な色なんですよね。ちょっと見せたかったんですよ、皆さんに。おいで。はい、見えますかねちょっとカリューで見えないかな。あ、これでいいですね。こんな感じで。この色、なんだと思いますかわかる人はわかるかなと思うんですけど、はい。正解は、ロシアンブルーというね、 まあ、色なんですけど。まあ、ペットショップではね、なかなかお目にかかれない色なんですよ。はい、結構珍しくて。で、そのさらに上にね、まあ、珍しいジャンガリアハムスターがいるんですけど、まあ、うちにね、まあ、いるんですよ。まあ、そのハムちゃんも後々紹介していきたいなと思います。おいで。ローズちゃんおいでちょ。チュールね、あげていきますか。チュール。お腹空いてるからはね、お腹空いてるだろうから、チュールを。あ、食べてくれますね。<laughs> 美味しそうに食べていますね。ちょっとなんか、ぼやけてますね。あ、ぼやけなくなりましたね。大丈夫ですよね。落ち落ち落ち。はい。どうぞどうぞー。<laughs> 食べる姿が相当可愛い、まあ。タイトルにね、そぐわない。まあ、そぐわないというか、タイトル通りの世界一可愛い,いハムスターとして名乗ってもいいんではないでしょうか。ちょっとうるさいのがいますね。うるさいのがちょっと。 あそこにリチャード・ソン・ティースがいるんですけど、なんか、じゃれ合ってるんですよね、さっきから。<laughs> すごいな、もう。喧嘩してるんじゃなくて、じゃれ合ってるんですよね、あれ、ちゃんと。だ安心してください。チュール好きなんですよね、ハムスターって。ジャンガリ・ハムスターってすごいチュールが好きで。もういいかな。ロズちゃんありがとう、撮影に協力してくれて。ゆっくり休んでねー。は <laughs> かわいいなぁ、この姿。あ、ペロペロして、ペロペロして。手がね、真っ白でいいんですよね。ちょっと、手に乗っかってくるかなちょっと、おいで。ロブちゃん、おいで。はい、おいおい、おいでおいで、はい。こっちの方が見やすいですね。はい。ちょっとさっき暗くて申し訳なかったっす。こんなような色なんですよ。どうですかね。すごく人懐っこくて。この子ね、最近手術したんですよ、手術。 お腹にちょっとできものができてしまってう,うまくね、まあ、取り除けたのでよかったですこうして元気でいてくれてよかったですはいうんうんロズちゃんよいしょどうですかね見やすいですかね まあこんな感じでハムスターね、リビングに、まあハムスター26匹、27匹か、26匹か、いるのでね、まあ、良ければね、チャンネル登録の方していただけると、たくさん可愛いね、小動物の方々を見れるのと、見れると思いますのでよろしくお願いいたします。今んところ目指せね、チャンネル登録者数1000人なんで、今ようやく300人ぐらいいったので、まあまだまだ先は長いですが、動画投稿頑張っていきたいと思いまーす。はい、ロズちゃん挨拶して、 バイバイって。